絶対じゃあ2巻目絶対ええ千吉座れ座って酒飲め千吉おれ飲め。あのな千吉たかんもおれガラサンムーインという沖縄のことわざ知っているか。なにたかが持ったらガラサカラスも踊るということわざ。ああ知ってるよ。なあ主君主君よく身の程をわきまえろという意味だよ。わかってるよそれぐらい。それがどうした。それがどうした。何も分かってないな。だから座って飲めって言うわけよ。あのなあ徳次今日は源太郎とないの新一結婚式だよ。友達思いの俺が借りつけてやろうとしているのにおめなんで邪魔するか。邪魔はしてないよ。座って一緒に飲もうって言っているだけさ。ああお前は何か俺の何かガラサーもいたでも言いたいのか。そうじゃない。じゃあ、イラもいた。違う違う。ガラサーもいてもヒーラーもいてもない。だったら一体全体何なんだ。ハメもいい。ハメもいい。お前の踊りはよ腰はフラフラ手も震えてまるで80になるハメが踊っているみたいだよ。言ったなこの野郎お前。そんなに言うんだったらお前踊ってみ。お前の踊りはエキチ、独自、踊りはもういいよ。それより座って飲み直そう。はい。みんなどこに行った。あ今から殴り殴りと稲雲を見せてやろうと思っていたのに。もういいと言っているだろう。だけど源太郎、お前も生茶ではあるな。なんで。なんでって自分の入口に自分で三振引く人がいるか。自分で自分に借りつけているようなもんだろう。これはよ、子供の自分から三振ばっかり引いていたからよ。お祝い事となるとチムワサワサして我慢ができんわけさ。源太郎は三度の飯より三振が好きだもんな。子供の頃俺たちが家の手伝いとか畑仕事手伝っている時に源太郎は親に隠れて三振の稽古していたんだよ。子供のくせに大人と一緒にモーアシビーも行っていたんだからな。お前いくつからモーアシビーの三振人やったか。13の時からかな。 13というとまだ小学校の生徒。卒業してからだよ。小学校、小学校を卒業してすぐモーアシビーの三振人やったわけ。ああまあな。すごいな。それは考えられんよ。本当だな。その考えられんぐらいすごい小学校というのはどこの小学校。佐敷尋常小学校でーす。源太郎、お前たちは何も食べないで空だけばかり飲んでね。体によくないよ。刺身も食べるね。お父が馬天荒から買ってきた新鮮な今湯だからおいしいよ。さっきたくさん食べたよおばさん。おいしかったよ。おじさんもおばさんもこれで一安心だね。源太郎も結婚したしこれからは落ち着いて親孝行してくれるんじゃないか。そうなってくれたら嬉しいけどね。大丈夫だよおばさん、俺たちがついているからね。これからは勝手なことはさせないよ。三振の修行をしてくると言って出かけて行って何日もうちに帰ってこないというようなことはもう二度とさせないから。雪が見てみたいというだけで家を飛び出して大和に行ってしまうなんてバカな真似は二度とさせないから。ええもういいよや。お前たちに言われなくてもそんなことはもうしないよ。あけみやさん、二度とバカな真似しにわがのからさん。ええ、せっかく嫁に来たナイがかわいそうだし、ナイの両親にも顔向けができん。バカ怖い。物事はよく考えなければいけないよ。もう今までみたいな独り者ではないんだからね。
思い出したじゃねえか。ごめん、おばさんを安心させようと思って言ったのによ。お前が余計なこと言うからいけないんだよ。何言ってるか、家でのこと言い出したらお前だろ。大和に言ったことまで言わなければいいだろ。あれが一番聞いたんだよ。おじさん、本気で怒っていたみたいだな。当てめえでや。大和から帰ってきたときは、一年くらい口を聞かなかったんだからな。一年も嘘だろ。本当さ、普段からあまり物も言わないのに、怒らせたらますます大変さ。いえ、謝った方がいいんじゃないか。いいから黙っとけや。お前ら何を言い出すかおうかな。いいちょうけ。源太郎、お前本当何しに大和に行ったんだ。これか。違う、そんなもんじゃない。本当にただ息が見たかっただけなのか。それもあろうが、それだけじゃない。大和はいいところか。ああ、いいよ、いいとこだよ。どこがいいんだ。大和はよ、広いんだ。とっても広いんだよ。佐敷の何倍くらい広い。佐敷、佐敷とはや比べ物にならんよ。沖縄の何倍も何十倍も広い。ほう、想像もつかないな。船で鹿児島まで行って、そこから汽車に乗って行ったんだ。汽車。ああ、汽車と言ってもわからんだろうな、お前らには。客馬車みたいなものか。客馬車。客馬車をいくつもいくつもつないだみたいなもんだ。あ、ほら、あの与那原と那覇の間を走っている警備鉄道があるだろ。あれのぎゃもっと大きいやつだよ。それがものすごい速さで走っているんだが、行けども行けども、見渡す限り広い田んぼなんだ。その田んぼには黄金色の稲が実っているんだよ。すごいと思ったな。俺は何時間も飽きずに窓の外を眺めていた。こんな広い土地が沖縄にもあったら、俺たち暮らしももっと良くなるに違いないと思った。そしたら、なんだか胸が痛くなってね。そんなに広いのか。そんなにでっかいのか。いいなぁ、大和は。羨ましいなぁ。大和は広いだけじゃない、でっかいだけじゃない、何もかも進んでいる。この沖縄よりずっと先を行っているんだよ。大和の女は美人が多いって本当か。まあまあだな。でも色が白くて綺麗なんだろ。はあ、色が白くて綺麗だよ。だけどよ、俺は色は黒くても沖縄の女の方が綺麗だと思うよ。特に佐敷には美人が多い。この野郎、お前何のこと言ってるんだろ。いやな、いなくめえさ。違うってばよ。なえ、源太郎が呼んでるよ。なえ、ほら、何考えてるんだ。ねえ、早く来ないと源太郎はもうわしびに行くってよ。バカだね、本当に聞こえるだろ。ねえ、源太郎はまた大和に行くって言ってるよ。いい加減見せれば。あんたたちよ、もう夜中なんだからね、あんまり大きな声出さないでよ。ねえ、こっち来い、こっち来て座れ。一杯飲むか。いらない。ねえ、お前な、こんな酒飲みの源太郎のどこに惚れたんだ。こんな怠け者の木炭バスの馬蹄のどこに惚れたんだ。馬蹄じゃないよな、車掌だよ。客馬車じゃないんだからや。似たようなもんだろう。うちが源太郎さんに惚れたんじゃないよ。源太郎さんがうちに惚れたんだよ。おお、言うじゃないか。うちのことを佐敷で一番のチュラカーギーだって源太郎さんが。あのね、佐敷で一番のチュラカーギー姉ちゃん、その源太郎さん、源太郎さんというのはやめてくれないか。どうして。だってお前は今日から源太郎の嫁だろうが。だったら何て呼んだらいいの。旦那様。そんな嫌だよ、旦那様。昨日まで源太郎エッチだったのがいきなり旦那様。
源太郎、これは病院連れて行った方がいいんじゃないか。本当はね、源太郎さんの優しいところに惹かれたのよ、うち。優しい？この坊ちらが？一昨年の村遊びの晩、田村から遊びに来た男たちが酒飲んで酔っ払ってうちにしつこく絡んできたんだよ。遊びに行こうと言って手を捕まえて離さないわけ。その時源太郎さんが駆けつけてきて助けてくれたんだ。とっても頼もしかったよ、源太郎さんは。俺たちの村遊びを嵐に来たのか。村の人たちの楽しみを邪魔するやつは俺がいるさ。佐敷の村では小八氏の生まれ変わりと言われている源太郎を知らんか。待て待て待て、誰が小八氏の生まれ変わりって。もういいさや、昔のことだ、忘れろ。一昨年のことだろ、何が昔か。なんでいいさ、それで酔っ払いたちは逃げていったんだから。あーひゃー、許されることと許されないことがあるだろう。へえ、そんなことがあったのか。それで、あの赤番ターベのムーアシビーの時、いつも二人、たっぱいむっぱいしていたんだな。たっぱいむっぱいなんかしてないよ、うちら。源太郎が三振引く間、しょっちゅうそばにいたのは、どこの誰か。佐藤組のゆいまるの時、夜の夜中、厳しぼりをしていたら、なんでか源太郎がいないと思ったら、勝手に休憩して一緒に弁当を食べていたのはどこの誰か。嘘だよ、みんな嘘。日武神の共同作業の時、俺たちが重たい石を運んでいるのに源太殿家近づき運びさせていたのはどこの誰か。家作りの共同作業の時、屋根の上は危ないから俺たちにさせて一番楽な茅運びばっかりさせていたのはどこの誰か。うちじゃないよ、うちにそんなことができるわけないでしょ。それは、佐敷一番の白川に。センする、センするよ、センする。センする、センするよ、センする。佐敷で一番働きむ。名前は佐敷の前、あばごは。佐敷で一番白川に。名前は佐敷の前、はめ。誰がハーメンか。何がハーメンだったら、ワネタメラリア。イーチャル、ウカサヤ、センスル、センスル、ヨーセンスル。お前たちは、昼も夜もわからない。何を騒いでるか。いやいや、おばさん、ただ騒いでたわけじゃありませんよ、僕たち。源太郎も結婚したことだし、ここらでしっかり腰を落ち着けてですね、今後のことも考えなくてはならんよーと話し合っていたんですよ。あ、そうそう、そうなんです。ここいらでですね、木炭バスの馬蹄も辞めて、車掌を、馬蹄も車掌も辞めて百姓仕事に打ち込んだ方がいいんじゃないかと。誰がや、車掌辞めると言った。だから例えばだよ、だっておじさんもおばさんも年取ったらいつまでも畑仕事はできんだろ。そうなったらお前がやらなければならんだろうが。俺は百姓仕事をやらん。百姓は好かん。なんで百姓が嫌いなんだ。百姓仕事はよ、平年会、ガジルシガト。何？なんて言ったんだ。桑の上にムカデがしがみついてるって言ったんだよ。ムカデが怖いのか。大嫌いだよ、ムカデなんか。出たろ。なんで百姓が嫌い？ええ、源太郎。お父。おか。源太郎の友達もこうして遅くまで残って源太郎のことを心配してくれてるんだから、ここはじっくり話し合った方がいいんじゃないかね。上等やさ。え？おい、源太郎。わしがや、百姓をやったおかげでこういう風に人並みにも大きくなって嫁ももらえるようになったものが、え、どの顔で百姓が嫌いと言ったか、ぜひ、はい、聞きたいもんだな。百姓が嫌いと言ったんではないんです。ムカデが嫌いで。木炭バスの、ば、車掌でも、いいんじゃないかな。ああ。俺は、百姓やな。車掌やって、金を貯めて、足し合おうやる。
んなことよりどうしてまた小橋屋なんだ。小橋を作って売るのか。そうだ、小橋を作れるのか。大和で習ってきたのか。いや、小橋を習ったことも作ったこともない。食べたことはあるけど、さっぱりわからん。ない、お前は聞いてたのか。うん、うちも初めて聞いたんだけど。お菓子には夢がある。子供たちはもちろん大人や年寄りまで喜んで食べる。そしてお菓子には生きる喜びと生きる力を与える魔法の力があるんだ。なえ、これは病院連れて行った方がいいんじゃないか。普通木炭橋のパティとかが考えることじゃないよね。いいえ、うちには分かります。源太郎さんが何を考えているのか、何をやろうとしているのか、うちには分かるんです。だから夢を叶えさせてあげたい。そのためだったらうちどんなに苦労しても構わない。どこまででもついていきます。どうしてこうなってしまったんだろうね。お前が偉そうにこれから先のことを考えなくちゃならないと言い出したからじゃないか。そうじゃないだろう。お前が木炭マスの車掌を辞めて百姓仕事をやらなくちゃいけないと言い出したから話がおかしくなったんじゃないか。おとん、おか、迷惑はかけないから俺のやりたいようにやらせてくれないか。うちからもお願いします。源太郎さんのやりたいことをやらせてあげてください。うちも辛い思いをしてきたからね。苗にはそんな苦労はかけたくはないんだけど。うちはいいね。源太郎さんさえ一緒にいてくれれば苦労なんて何でもありません。世の中を甘く見てはいかん。私たちは三振を引くしか能がないものに商いができるわけがない。百姓の家に生まれた者が百姓を嫌いだと抜かすようでは、一人前の職人になれるわけがない。どんな仕事でもな、命がけで取り組んで初めて本物になれるんだ。百姓という仕事はな、誰でもできるが一番難しいんだよ。牛や豚はその飼い主の顔を見て育ち、稲や芋はその主人の足音を聞いて身を結ぶとよ。百姓という仕事はな、我慢強く根性がなければできないもんだ。生意気なことを言うようですが、うち源太郎さんはきっとやり抜いてくれると思います。どうしてかはうまく言えませんけれど、そんな気がするんです。お前たちはな、まだ若い。職人が甘い一人前になっていくのはどんなに大変なものか、商売がな成り立っていくのにはどんなに苦労するか、お前たちは分かっていない。だけど、おとん、若い時の苦労は勝ってでもしなさいっていうことわざもあるさ。二人でああして頼んでるんだから、やらせてあげたらどうかね。勝ってでも苦労したいなら、わしはやりにく根性があるなら、勝手にすればいい。わしはもう、何も言わん。